サクサで出ますね、あのおしっこは。これすごいっすよね、前より、前より多いぐらい、ほとんど最近だよね。まあでちょっと怖いぐらい最近は出てるんですよ。でもこの子のさ、今使ってる抗生物質が効いてないんだよね、全然。でもちょっと全然違うタイプの抗生物質を追加でちょっと入れさせてもらいます。はい、あのドキシサイクリンっていうやつね。あんまりファーストツイスとかセカンドツイスで使うやつじゃないんだけど、ちょっとそれを本当はね、こんな細菌が出てたらですね、ええ、おしっこ培養するんですよ。培養してね、細菌を培養して、ええ、それに対する抗生物質効くやつをこう探す検査があるんですよ、感受性リスクって、はい。だけどそこまで尿取れないからさ、ええ、なかなかだから培養もなかなかできないんだけど、そういうこと。まあだからこういうちっちゃいでおつまみはちょっとそういう風にしていくんですね。はい、ドキシサイクリンで冷えるかどうかは分かります。